でで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 、で人生楽ありゃ苦もあるさ、この印籠が目に入らぬか。タッチューブです。今日はですねちょっと長かったもっとサクッとお願いします。はい、今日はですねダメ、よろしく。膝2位ね、2位、うん、これにフォーカス当ててやっていきたいと思います。やっぱり膝ってスキーですごい大事な一部分だと思うんですよ、うん、でここをどう使うかっていうのをちょっと考えながら滑れたらなと思いますので、はい、膝両膝、前さ、うん、カチューブで腰ってやつやったやん。そう、うん、膝膝、よしこれでいこう。お願いします。よろしくお願いします。いってみよう、はい、おはようございます。おはようございます。久しぶりになっちゃったね、カチューブ、うん、ちょっとサボってました。サボってない、はい、仕事してたんだよ。ふざけんじゃないよ。キレキャラ。なんか久々に会ったらキャラ変わったじゃん。全然変わってないよ。私たち自身も久々だもんね、うん、さあそういう久々の投稿ですけど、今日は何をやるんでしょうか。今日は、うん、よくなんか膝がもうガクガクガクってなる人いるでしょ、はいはい、あの膝ガクターン通称膝ガク、うん、とてつもないスピードで膝が左右にブレるとか、うん、あれをやってみようと思う、はい、あれってさ、うん、膝が左右にブレるっていうか、板が叩かれて結果的に足がこう足で吸収、膝で吸収してる感じかな。いやわかんないけど、もうすごい人いるでしょ、うん、たまになるけどさ、うん、今日はそれに最適なアイスバーン、うん、アイスバーンだね、うんうんうん、なってるんで、なってるんで、ちょっとやってみようかな、はいはいはい、トライ。でもいいよね、どういう条件が整ったら額が出るかっていうことなんで。そうそうそう、もうもうどうしても膝がガクガクしちゃう人っていると思うんだよ、うんうん、だからその条件が分かればね、そう、それ直せるって。それはどうなったら膝がガクガクするか、うん、っていう検証、はい、じゃあガクチューブもガクガクバージョンで滑ってくれるんだ。そう、もうガクチューブ、ガクチューブね。そう、ガクチューブで、わかりました。楽しみにしてます。本当にね、なんだろう、かっこいいやつを求めるんじゃなくて、うん、もう検証系だよね。検証系だよね。検証系だよね。わかりました。じゃあ、うん、何らかの形で皆さん参考になるようにやってみましょう。そう、膝怪我しないように。いや、それはやめて。控えてるんで、技術戦控えてるんで、うん、技術戦控えてるしね。いきなり靭帯が伸びましたとかやめてほしいよね、本当に。膝怪我したら何のお仕事もできなくなるしね、本当にね。スキーヤーとしては、まあ片方だったらね、片足でなんとかなるかもしれないけど、ならんだろうね。ならんか、はい、うん、そう、とりあえず両膝を守りながら、うん、できるだけガクガクさせていきたいと思います。はい、行ってみよう。 GO。じゃあまず膝がガクガクするバージョンで。いや、わかんないから、どうやったらガクガクするか。ちょっとガクガクさせてみよう、うん、うん、ちょっと頑張ってみて。頑張ってなるイメージで、うん、膝ガクガクしてみよう。どうやったらなるんだろう。いや、危ない。2回切れる。うまいうまいうまい。いや、どうだった膝。この世のものとは思えない動き方だった膝。いや、すごいうまいじゃん。なんかね、滑ってて膝がまだ遅いね。その道のプロの人ってもう今の10倍ぐらいの速さでブルブルってするじゃん、うん、あれがしたい。したい、あれしたい。だけどなんか怪我した。いや、本当にね。もう一回リベンジする。ちょっとリベンジ、はい、ちょっと低速でやってみよう、うん。
低速で膝をブルブルさせるのはどうやってなるのかっていうの。はい、わかりました、うん、はいはい、じゃあ低速ブルブルしてみます。こっちかな。ダメだ。何しない。あ、やっぱスピードがいるんだね。なんだろう、多分、うん、遠心力はいると思う。まず必要条件、今の速度だとやっぱさーっとこう綺麗にいっちゃう、うん、で多分今滑った感じないと、うん、内足に体重があった方が、うん、なんかあの外膝が緩みやすいと思う、はいはい、なんでちょっとスピード出した低速、次、はい、スピード遠心力ブルブルを挑戦したい、はい、お願いします、はい、おあ、ちょっと感じ、ちょっと感じ出た、うまくいったね、ちょっとで多分前乗ったらあんまりしない、うん、ちょっと後ろ乗った方がいい、後傾の人が良くなるんだな、じゃあ多分後傾でないと、後傾ないと、うん、で遠心力がいると思う、ちょっとパラレルで一回、うん、わかりました、やってみましょう、お願いします、はい、のおいいでしょ今、いけたでしょ今、完璧だね、完璧、いや、あら今何、えスピード OK、 遠心力とね、うん、後傾と、後傾と内側荷重、内と、うん、この3点セット、なんとこの3点、うん、全てをまとめするとなんとサービスでブルブルがついてきます。いや、はい、今ね、うん、ちょっと分かった気がした、分かった気がした、うん、条件整った、ブルブルの真相がね、うんうん、分かった気がした、うん、ぜひ知りたいね、とりあえず、遠心力がいるってことね、うん、で内足に体重が乗っている、うん、で後傾、うん、この3点セットがやばいね、ブルブルには欠かせない、うん、実は私さ、うん、今ビデオ撮ってあげるのに下に降りた時に、うん、やろうとしてないのに出たんだわ、うん、いやそれ多分その3点セットが降臨したんだ、考えたと考えたら、うんうん、そんな内藤してないけどちょっと後傾になったんだよね、うんうん、なんかそれ全部揃わなくても1個でも入ったら出る可能性がね、あるよね、あるんだね、うん、あの膝がね揺れすぎて、うん、ちょっとあのぬくもりを感じる、いつもより膝に、いいじゃん、足痩せ、ほわ足痩せね、うん、そう、けあの血液がすごい回ってると思う、本当にあのカプサイシン、うん、効果、これスキーで健康になる一つの方法かもしれない、いや絶対ダメだよ、こんな人体切れる、そうだね、人体は緩んでいくね、そう、いやーけど本当になんだろうな、普段あまりしないから、うん、いざやろうと思っても難しいね、うん、ブルブルね、そんな大会では絶対出したくないですね、うん、本当にあの全日本のこんな練習して、うん、全日本のビデオとかに足ブル出たら、うんうん、もう恥ずかしいんで、恥ずかしいね、この企画ドリアンみたいな、うん、そうあれ石水なんだあいつ、うん、分かってるくせにブルブルしてるじゃねえかなんかね、そうあのけどなんかもう時期的に春雪っぽくなってきたんで、うん、朝一の種目とか結構硬い可能性があるんですよ、はいはい、なんでそうだよね、前の日緩んでね、夜冷えて、そうこの前行った時もねすごかったよね、うんうん、まさに木を放の木それだからね、そう硬いあれなんですよね、緩むっていうか雨とかも降ったりするんでね、うん、そう、まあ、荒れなくていいんですけど、うん、じゃあ、もうちょっと細かい検証していきましょうか、そうですね、もっとあの素早いブルブルにトライしたいと思います、はい、お願いします、
はい、そしたら、はい、今度はスピードあった方が遠心力かかるんで、うん、スピードある中で後傾と内倒をちょっと組み合わせて、はい、より鋭いブルブルを出していきたいと思います。わかりました、はい、これあれ甲冑部自分で膝震わせてるわけじゃなくて、全然しっかり下からの圧をもらって自分で膝を動かしてもマックスこれぐらい、あ、そうだよね、スピードね、うん、そうね、下からもらうことであの速さが出る、そう、もうバッハブルブルを、やっていきたいと思います。わかりました、はい、お願いします。ちょっとなんかね、下でカメラ持ってる手も震えてくるんだよ、どうかお願いします。はい、お願いします。じゃあスピード出してブルブル、スピード出してブルブル、そうだった、ね、え、X 脚になってるね。いやもうね、うん、多分その組み合わせるもう一個が可動付け、うん、弱くて強い、弱くて、うん、違うの、角度があって、うん、力ない可動付け、うん、これ結構大事かも。なるほど、うん、じゃあ遠心力もらえて角付けが強くなりました、うん、だけどパワーがありませんっていう時に、そうそう、内藤してます、内側乗ってますみたいな、うん、クヤッとなってるのに、うん、こう体重はこっち乗ってますっていう、内足ね、そうそう、そう最適、はい、じゃあどうすればいいんですか、うん、直すには。いや、そうだね、それの方が知りたいけどね、直す方も低速で一回やっとこうか、うん、お願いします、ね、あの、うん、みんなね、ブルブルに憧れてはいないんだよね。いや、ブルブルチャレンジチャレンジね、あの、あれやりたいよね、うん、あの、一番ブルブルした人が優勝みたいな大会やりたい、うん、まあ、だけどさ、うん、膝に悪いってやめとこ、本当だね、水溜まってる人とかもうチャプチャプ言ってちょっとチャプ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 、じゃあちょっと、その、うん、直す方をお願いします、うん、はい、はい、はい、これまでの検証で言うと、はい、まず遠心力がある、まあ、スピードがある状態で、うん、外側のスキーのエッジが立っている、うん、でエッジは立っているが内足に体重が乗っているところと、うん、あと後傾である、うん、トップを抑えきれてない、うん、この4点が重なるとブルブルが出るんで、うん、はい、それの対処法としては遠心力は、はい、必要です、はいはい、基本的には。なんで丸として、どうしようかな、外足のエッジも必要なんだよね、実は、うん、まあ、内足もちょっと必要なんだ多分内藤と後傾、うん、これがすごい大事だと思うんで、うん、あの内藤と後傾直す低速でのエクササイズを1個やろうか、はい、お願いします、うん、こうやってハの字作って腰に手当てます、はい、この状態で、お尻とか骨盤の位置が後傾の人ってどうしてもこうやって後ろに落ちてくる、うん、後ろに、はい、なんでここからへそを下に向けていく、はい、へそを下に向けていく動きを少し外側のトップ、外スキーのトップに向かっておへそを下に向けていく、センターじゃなくてね、そうすると、うん、外に乗るっていうのと、うん、前に乗るっていうのが2つともできると思うんで、はい、ちょっとこれやってみましょう、はい、はい、はい、さあいきますね、このへそを外スキーのトップの方向に向けてくる、戻して外スキーのトップの方向、戻して外スキートップの方向、戻して外スキートップの方向、うん、ね、うん、これやると多分感覚、前に乗るとか、うん、外に乗る感覚っていうのが出てくると思いますので、はい、今のの、パラレルバージョンを低速でもう一回やってみましょう、はい、お願いします。パラレルで同じ外スキーのトップ方向に体を持っていく、外スキーのトップ方向に体を持っていく、外スキートップ方向に体を持っていく、外スキートップ方向に体を持っていく、は
はい、うん、今分かりやすくストックはこうやって前向けたんですけど、はい、まあ、練習するときはイメージだけでいいんで、はい、普通に構えて、はい、滑ればいいかなと思います、はい、ならカービングになってもその方向を少し意識して、うんうんうん、ですね、じゃあどうするんですか、次ブルブルしないバージョンで滑ってもらいたいんですけど、うん、いやそれまだ早い、まだ早い、うん、後傾を強めるってやつやってないから、うん、もう一回ブルブル、もう一回ブルブルさせたい、お願いします。今のエクササイズでちょっと治っちゃったかもしれないから、うん、ブルブルしないかもしれないちょっと後傾内頭内側荷重後傾エッジ立てる、遠心力、この4つをね、後傾が強いバージョン、特に後傾強いバージョンでいきたいと思います。あれですか、後傾強いバージョンって、うん、胸は起きてる感じになるかな、ね、きっとそうだよね、うん、そうそう、こうなるんだ、そうだよね、はい、期待してます。はい、お願いします。おりゃへっ、後傾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 、後最高ブルブル出たね、一番。いや、ね、後傾になると1回のブルの大きさがでかくなる。あ、細かくないんだ。あとは膝に悪い後傾、ほんと一番くる、膝痛い、これが。じゃあもう膝痛い人は絶対胸を起こすったら、そう、胸を起こしたらいかんというか、後傾絶対ダメ、ダメだね、うん、はい、わかりました、よっしゃ。はい、では最後は、はい、ここは、うん、内頭強め、うん、で滑りたいと思います、はい、これは内頭強まるってことは角付けもちょっと強まると思うので、うん、かなりの期待ができるかと思っております。特にあれですか、うん、ターン前半から内頭していくタイプのやつよね。いや、わかんないけど、とりあえずできる限りの内頭する、内足にフルでパワーを伝えたいなと、わかりました、思います、お願いします。はい、お願いします。内頭強めでいきたいと思います。これは内藤強め、おお、内藤強め、おお、内藤強め、おお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 お、いや、ね、これも、うん、もう膝っていうかもう足に悪い、足に悪い、体に悪い、今まで感じたことのない太ももの揺れが今起きました、うん、はい、なら、はい、そろそろちゃんと滑ってくれるんですか。そうだね本当に普通に滑っても今日はブルブルしてしまうのかっていうところを、うん、最後見てもらおうかな、はい、これでブルブルしてたら、うん、もうちょっと今日検証にならんかもしれんね、うん、練習に入るんで、うん、分かった、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは滑ってみたいと思います。やっぱしなかった。しなかったです。すごいじゃん。ん？すごいじゃん。いや、普通だから。僕は普段しません。ねえ、うん。アトミックのスキーは叩かれにくいっていうのはありますかね。まあ、それもあるんじゃないかな。うん。うん、結構カンカンなんでね、今日。けど、さすがのアトミックでも条件整ったら叩かれますよっていうことですね。そう。例の。うん。今日の教訓。はい。足のブルブルは。うん、遠心力、うん、後傾、うん、内頭、うん、外足の角付け、はい、この4つが重なると、はい、ブルブルします。はい、皆さんお気をつけください。わかりました。はい、ということで今日1日検証したんですけど、うん、いつもよりも膝が揺れすぎて、うん、ちょっと痛い、やだちょっと痛い、もうやめようね、うん、こういうのは本当に、うん、検証するの僕だけでいいんで、うん、皆さんはできるだけ、ね、皆さん真似しないでね、うん、揺らさないように、はい、膝をね、気をつけて滑ってください、はい、あ、
ご苦労さん。苦労さん。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。おまけ。秋篠宮家のお昼を神様と長男の悠仁さんが、正面の秘書を。